ブラーニー城はアイルランド共和国航空圏ブラーニーの町、マーティン川の近くにある中世の城塞である。以前の城塞は同じ場所に建てられたが、現在の城は1446年にデズモンド王家の文家マスケリーのマッカーシーによって建設された。キスすると口がうまくなるという言い伝えがある、ブラーニーストーンは出し狭間の中にある。 ブラーニーハウスキスすると口がうまくなると言われる出し狭間にあるブラーニーストーンへのキスしている様子。由来は諸説あり。1893年のシカゴ万国博覧会のアイルランド村の様子この場所には1200年頃に木造の城があったという記述があるがその痕跡は見当たらない。1210年頃に石の城塞になった。 1446年に破壊され、その後、キルクリアやカリグネマックの城塞も建てていたマスケリーの、ロード・コーマック・レイダー・マッカーシーによって建て直された。アイルランド同盟戦争で、この城は、ブロッグヒル男爵ロジャー・ボイルが率いる、議会派に包囲され、奪われた。しかし、再興後、クランカーティー伯爵になったドノー・マッカーシーによって、修復された。 1690年代のウィリアム・アイト戦争時には、四代目クランカーティー伯爵の領土は、城と共に、ウィリアム・アイトに押収された。城は売却され、幾人もの手を渡った。ジェフリー付家のメンバーは、後に天守近くに大邸宅を建てた。この家は、火災で燃えてしまい、1874年には、 ブラーニーハウスと呼ばれていた代わりの大邸宅が近くの湖を見下ろすように建てられた。19世紀半ば、ジェフリーズ家とコルトハウスト家は結婚によって合併し、現在はコルトハウスト家が土地を所有している。一部廃墟となって出入りが制限されているが、一般公開されている。エロクエンス・オブ・ストーンとして知られるブラーニー・ストーンは、城の屋上の出し狭間にあり、 キスができる状態になっている。この石の由来は、諸説あり、リアファルという伝説の石であるという話もある。城は広々とした庭園に囲まれており、ドルイドのサークル、魔女の洞窟、願い事の階段などの名前がついた岩や、独草が植えられた毒の庭などがある。ありがとうございます。